茨城ゴルフクラブは茨城県つくば来市小島神殿に広がるゴルフ場である。足立高座部老商店は1930年名古屋ゴルフクラブ会場設計大谷光明に芝生を納入しゴルフ場と関わりを持ったのが始まりである。ゴルフ場の建設は篠田山ゴルフクラブ会場小金井カントリークラブ会場などの造成工事の実績がある。戦後、 荒川河川敷の東京都民ゴルフ場会場設計上田治が台風でコースが冠水したため足立忠氏は新たなゴルフ場建設に向けてコース用地を探した候補地は茨城県稲村小島神殿牛久沼の原野である太平洋戦争時に放置状態の土地で足立建設グループ日韓工業株式会社により36 ホール規模分の買収が開始された。1960年1月、コース設計を上田治に依頼、コースの工事は、足立建設株式会社によって着工された。上田治は、丸の内ホテルで設計図を作成し、設計図を稲村に運ぶ繰り返しだった。足立正氏は、注文をつけ、東コースは、スロープとマウンドに変化をつけ、 バンカーを少なくしたコースに、西コースは池を中心にした戦略的なコースである。1961年4月、東コースが完成し、仮解除をされた。翌1962年9月28日、西コースが完成し、東コースと西コースが正式解除をされた。2011年7月1日、 飛韓工業株式会社の名称を株式会社日韓に変更した。コースは林間コースで各ホールは豊かな松林でセパレートされていて地形は平坦であるがドッグレックしている。東コースはフェアウェイは広いがマウンドがあり谷や池があり難易度も高い。西コースは大きな池がコースを横切り池越えが6ホールもあり油断ができない。 日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する、ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ、日本オープンゴルフ選手権競技大会など多くの大会開催の実績がある。上田治設計の代表的な8コースで、上田治クラシック会を結成している地域を超えて、お互いにゴルフを楽しみ、 会員間の親睦交流を図り、クラブ運営の活性化の一助としている。文字ゴルフクラブ会場、大阪ゴルフクラブ会場、小賀ゴルフクラブ会場、下関ゴルフクラブ会場、奈良国際ゴルフクラブ会場、小野ゴルフクラブ会場、茨城ゴルフクラブ会場、広島館ツリークラブ会場。郵便番号300の2352茨城県、つくば未来市小島神殿。 ありがとうございます。